好奇心が来た好奇心の追悼コンサートにご来場いただきまして誠にありがとうございます。あ、押さないでください、押さないでください、危険ですので。明るいこと楽しいことが大好きだった来た好奇心に安心して眠ってもらうためにも皆さんどうか笑顔で天国に送ってあげようじゃありませんか。それでは貴重な生前のインタビューの音声をお聞きください。まあ俺はフォークシンガーというよりもまあ一人の小さな旅人であっても少しでも元気を出してくれる人がいるのならね、これはいつまでも歌い続ける、うん、まあそれがね、俺のこんなちっぽけな俺のたった一つの使命はないかなというふうに思うし、うん、じゃあ今日は気分がいいし歌うかな、うん、みんなが大好きなセブヨの詩は俺たちサラリーマンをくたびれ物扱いするでない。俺たちが鍵を投げれば日本中が大変に響く。この旅と日記大成功ということでですね、まとめてください。この旅ちょっと大掛かりなドッキリでオープニングを飾ってみようかなという思いでですね、北さんが死んじゃったというようなシチュエーションをまあ持ってきたわけですよね。北幸吉は死んでおりません。不死身の旅人でございます。本当に北さんが死んでしまったんじゃないかと思えた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、お嬢さんちょっと泣きすぎです。ハンカチで涙を拭ってください。本当に皆さんごめんなさい。ここまで皆さん本気でですねびっくりされるとは北さんは思いませんでした。北幸吉の夜夏純度 100% の北さんエキスにようこそおいでくださいました。私が北幸吉でございます。よろしくお願いいたします。北幸吉のロックンロールナンバーからいきたいと思います。サビナイハート。ふるさとの